じゃん。Something happened in the past.
とうございます。ありがとうございます。コールです。エモエさんとのツーマンライブ急遽決まったんですけど、来てお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。最後まで楽しんでってください。はい、しか返事しちゃダメ。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。スコールでした。スコールでした。あ、なあ、ね、この後 MC の時間をいただいてるのですが、お、ね、MC の時間かといってさ、やっぱさ、スコール MC 下手じゃん。いや、自己紹介はすればいいじゃない。自己紹介するんです。まず自己紹介は、はい、あ、いいの？いいよ。はい、トドルキムールです。よろしくお願いします。めっちゃーめっちゃーはい、松井くんアリです。よろしくお願いします。アリー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 。これやんなきゃいけないじゃん。どうした、口紅ないよ。一番可愛いぞ。口紅ない。一番可愛いぞ。はい、綾上りのです。よろしくお願いします。やばい、はい、よっしゃー。いい子だね。はいねえ、まあ、自己紹介終わったところで落ちた。流行りの ASMR ASMR どうでもいいか。
え、嘘、え、私め寝るときめっちゃ聞いてるんだけど、咀嚼音とかそういうなんか耳カサカサするやつとか、なんか耳カサカサ耳かきこれぶっちゃ楽屋の風景ですよ多分ね、あ、うん、思いません、これぶっちゃ楽屋の感じです。え、私喋んなくないたまに一人でははっていう、ね、今はいいやこれぶっちゃ楽屋の風景あれ出てきた、あれ何それ、めじらないと分かんないから、あ、いいよ、来て来たよ、来た、え、よだれそうになった、え、あ、マイク持ってないの、物販でも配ってます、お越しください。どうでした、お味は。美味しいです。ごめんなさいね、水飲みたいのに。あ、そうか、ちょっと下がってた。なんでさ、それ持ってきたのにさ、マイク持ってこないの？持ってんの？マイク？ああ事故だ。こないもでさ、ゾロ、ケロなんですが、ケロ年末最後のライブにしては良いのではないでしょうか。さて、締めに入ってしまったっていうのを察してる声がいくつかあると思うんですが、じゃあ、締めに行きます。はい、いいんですか、いいんですか、あ、バイバーイ、また会おうね。年末最後のライブにしたらいい出来だったんじゃないでしょうか。スコールは最後のライブでした。今年はとてもいっぱいお世話になりました。ありがとうございました。山田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今日はねモーションの PA さんの中で個人的に一番好きな、1個落ちたから、MC じゃねえPA さんです。とっても良い人です。話しかけてもいいけど、ちょっといいや、何でもね。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。なんか今年はいっぱいいろんなことがありまして、個人的に個人的にオタクにとってもいろいろあったと思うんですけど、はい、まあスコールはそれから、そうですね、まあ、ピーにとっても2ヶ月経った？10月11、12ヶ月半経つかなくらい。うん、なるほどね。なんかメルちゃんがあんまり新メンバー感がなくなってきた感じで、え、なんか嫌だそれは。え、まあで、まあ来年も頑張っていきますので、頑張る。そしてさっき言ったけど1月が正月明けてから初めてのライブは1月4日にありますので、よろしくお願いします。お願いします。寄せ読みに、寄せ読みに、ありがとう。来年はもっともっとね、あの成長したメルメルをお見せできるように頑張りメル、頑張りメル。え、あ、え、何チケット、そう、2月8日に私たちスコールはワンマンライブを初めてやりまして、いいよ、持ってきて、持ってくるわ。じゃあどこにあるの？私のバッグの中、はい、あのあのですね、2月8日は2月8日はあの新宿のマーズさんでワンマンライブをやらせていただきます。 お披露目と一緒ですね。エモイちゃんからね、伝言っていうかね、でね、はい、1月4日エモイも一緒だよ、ラブだって。エモイも一緒だよ、1月4日ね、1月4日ね、うん、そうだから来てって、来てね。あれ、あ、こっちだ。ティ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 2月8日のちっちゃいタイが、なんと24番ですね。24番から先が全部あります。今買う、あ、本当に、え、今でもいいよ、今買わせる、今でもいいよ、早い番号、早いものが強いからね。これいくらだ、高いでしょ。あ、2000円が2000円です。24番ですよ。手売りしかなくて、今回あのネットで買えないので、皆さんの交換だね、はい、ありがとう。チケットが売れたから、うん、25番から先があるの。やった、
25番欲しい人。はい。あら。これ続けるつもりなかったんだけど。ありがとう。本当に。でも25番がさなくなったら次何番？なんか6番が先があるよ。なんか。ヤマさん。セリって言うんですよ。あれみたい。築地市場で。私、本当はこんなになんかお宝、お金をいただくの、本当はすごい嫌なんだよ。これ持ってんのめっちゃ嫌なんだよ、持ってて。めちゃんがお金？めちゃんのお金？めちゃんのお金じゃない？27番。え、これそのまま物販始めた方がよくない？はい、じゃあストール物販始めます。